皆さんこんにちは。こんにちは。ちょっと前に目立たなかったけどイタリアフェアがやってたんだよ。その時に買っておいた物があるからこれを食べてみようと思うのだ。冷凍スパゲティね。味はトマトソースかしら。これさ、商品名が読みにくいんだよね。バリラ、リングイネ、アラプッタレスカ、エガンベリなのだ。うん。バリラはイタリアの大きな食品会社さんで、リングイネは断面の楕円になったスパゲティ、プッタネスカは娼婦パスタ、ガンベリはエビだね。田んぼに分けるとそんな感じなんだ。パッケージに書いてあるようにトマトソースにブラックオリーブやケッパー、アンチョビを入れたもので、赤唐辛子で辛みをつけてるんだって。要はトマトを使ったスパゲティなのね。電子レンジ専用で、外袋から出したらビニールに入ったブツがあるからそれを温めるみたいだね。赤く外袋のままで加熱しないでって書いてあるから過去にやっちゃった人がいるのかな。まさか。いやいや、外袋がどれとか迷うことってあったりするからね。読んだつもりで頭に入ってなかったり、そういうことは多々あるものなのだ。多々。作ってるのは香川県の飛躍フーズ株式会社。ここは中尾食品グループで、はじめフーズやあかりフーズといった変わった名前の会社が多いのが特徴だね。トップバの冷凍スパゲティは大体この辺りの工場で作られているのだ。全体の重さは 441g。 袋を開けるとトマトソースのいい匂いがかすかにするわね。このエビ、生を冷凍してあるからしっかり温めないとダメなのだ。生を入れてるんだ。そういえばいくらしたの？698円なのだ。え、お店はちょっと厳しいけど、スーパーやコンビニでいいスパゲティが買える値段よ。3つくらいあったんだけどさ、売れたのかな。中って言ってるからチェックの必要はなさそうだね。エビの色も変わってるわね。下の方には水気が溜まってるね。しっかりかき混ぜないと。容器と内袋の重さは 29g だから中身は 406g だね。容器は紙でちょっと頼りないかな。スパゲティは平面で立体感があるかしら。じゃあ食べてみよっか。いただきます。はい、どうぞ。あ、どうしたの？酸っぱいのだ。酸っぱい？酢の物ほどではないけど、なかなかの酸味なのだ。中華料理にサンラータンってトマトと卵のスープがあるんだけど、あれに近い酸味かな。あれ、食べてるとじりじり唇あたりに辛さが溜まっていくのだ。まさか酸っぱ辛いスパゲティだったとは思わなかったのだ。変わった味をしてるのね。麺の表面はつるっとしていてまずまずだね。食べ慣れてないってのもあるけど、しっくりこない味なのだ。これがブラックオリーブだね。ちょっと小ぶりなブドウくらいの大きさね。ちょっとした食感で味ってあるのかな、ちょっとわからないのだ。この中で美味しかったのはエビだね。ほどほどにプリッとしてるんだけど、旨味の濃さが全然違うんだよ。この商品の本体はこのエビと言っても過言ではないのだ。まさかのエビ。じゃあ星評価を聞いてもいいかしら。星3だね。高くて独特な味、ちょっと合わなかったかな。でもエビがこれだけ美味しいのはびっくりしたのだ。以上です。でも星2ではなかったのね。普通に食べられる味ではあったからね。じゃあ今日はこの辺りにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。オリーブは未熟なうちは緑色をしていて、熟すと紫から黒色に変化する果物。熟したオリーブはほのかな甘みで癖のない味をしているそうだよ。